おはようございます。本日もスカッと晴れた気持ちのいい青空広がってますね。お嬢は日向ぼっこしております。お父さんは今シャワーしてますね。まあ、ということでね、昨晩もお話しいたしましたが、本日はお父さんね、出張に出ることとなっておりますので、これから準備してね、お見送りね、出発しようと思います。ということで、9時を過ぎましたので、お家を出ました。今日お父さん、私服で行くようです。私服着るときあるの？いや。今日だけ？あと、帰ってくる日がどっちか。あ、そう。どっちでも行けるようにしときます。なるほどね。ということで、これから LAX 向かうと思います。行ってきます。空港着きました。じゃあ気をつけて行ってらっしゃいね、はい、お父さんね。気をつけて運転してね。はいはい、じゃあね、はい、はい、バイバイ。ということでお父さんね、中入っていきましたので、私これからどうしようかなと思ってて、今10時過ぎなんだけど、 IKEA 寄って帰ろうかな、どうしようかななんて思っておりますので、まあとりあえず運転しながらね、決めようと思います。アイキア来ました。ということで、ちょっとね、いろいろ欲しいものがあるんだけど、あるかな、お買い物してこようと思います。ついでなのでね、日経マーケットも来ました。行ってきます。お家帰ってきました。スタンバイしておりますけれども、ミキーさんからね、出てきてね、乗っておりますね。ポビクとサブちゃんはね、お出迎え来てくれて、もう定位置戻っておりますが、このクッションですね、捨てようと思ってて。っていうのもね、そう、アイケアでこの中身購入してまいりました。4つダウンフェザーの方にしようか悩んだけど、価格がね倍なのでね、中身だしいやっていうことで、同じやつだと思う、購入してまいりまして、今ブランケットとか洗ってるから、あとクッションのカバーも、それ終わったらね、これも洗ってね、つけようと思います。とこれはうち、もうこっち来てからずっと使ってる洗濯カゴっていうの、洗濯物入れるやつですね。これは3代目、これも欲しかったの、もうそろそろ切れると思って。で、その他はジップ付きの保存袋っていうのかな、この大きいサイズが2つ入ってるの1つと、中くらいのサイズのを2つで、一番小さいサイズが2つ入ってるやつを2つ、入ってるサイズね、1つだけのもの、いろんなサイズのものがあって、とりあえずどうかなと思って、この1リットル入りのやつ1つ購入してみました。あと久しぶりにキャンドルと思って、ラズベリーとリンゴのやつ、これはコースター、食卓で使ってるコースターをね、そろそろ取り替えようかなと思って、コースターと、これはティーポットですね。うちこういったものがないのでこれと、あとこういう小鉢っていうのかな、全部で4つ購入してきたんですけど、小鉢で使ってるやつ欠けてるのもあって、シンプルに取り替えていきたいなと思ってね、まあいろんなものに使えそうだなと思ったので、1個99セントだったしということで購入したのと、いつもうちパンまな板でサーブしてるんだけど、これパン入れるやつ、なんか1つパンをね出すやつ欲しいなと思ってたから、ちょうどいいやと思って、こちらですね、購入いたしました。あとは日経マーケットで花かつおとすき焼き麩とおなす、エリンギとピースプラウツと、もやし、オーガニックのもやしがあった。で、あと低のだし醤油と椎茸と大根、ピュアセレクトマヨネード2つと、バラコのからし明太子、手作りでこれと似たような感じの焼肉のタレをね作ったんですけど、焼肉のタレのとこ見てて懐かしくなって、子供の時からもずっとこれを食べてるなと思って、うちの実家の定番はこれだったんだよね。なのでね、なんか懐かしくて買いました。今もう1時半なんだけど、お弁当を買ってきました。トマト鍋あるんだけど、ちょっともうずっと同じだもんなと思って、鮭と唐揚げのお弁当、ザお弁当っていう感じだけど、ポケにしようかなと思って見てたんだけど、そういえば昨日お昼ポケ食べたわと思ってやめました。そう、お買い物してきたものは以上ですね。で、お家帰ってきたら玄関にこちら届いておりました。これパット様のバレンタインの限定だったのかな、のグロスですね。めっちゃ可愛いんだけど、開けてみようか。ミニサイズのね、こういうね、パッケージがハート型のグロスですね。カラーはね、既存のカラーだと思う。こっちがね、私持ってるかな、フレッシュ6ってやつ。で、これがフレッシュファンタジーっていうやつかな。もうこれはね、パケ買いですね。可愛かったから、こちらをね、購入いたしました。あ、そうそう。ビログを休んでる日にですね、届いたものがあって、これバイタミックスのコンテナ、新しくしたんですよ。ちょっとなんかカルキついてるけど、私ね、結構前からお父さんに、どのぐらい前だろう、1年ぐらい前からかな、変えた方がいいよってずっと言ってて、でもお父さん使えるからええやろうとか言ってたんだけど、これね、先週の木曜日に届いたんだけど、その2日3日ぐらい前に、もともとなんかおかしいなと思ってたんですけど、ここからね、黒いヘドロみたいなのが垂れるようになって、サビがボタボタボタってね、使った後垂れるようになって、で、お父さんに言ったら、濡らさな
きゃ大丈夫だよって言って、いや濡らさなくても一緒だなと思ってたんだけど、そしたらそのね、こちらが届く前日ですね、お父さん朝一使ったんだけど、使った時はね気づかないでスムージー飲んだんだけど、これ洗浄モードがあるからね、洗浄したらね泡が灰色になったらしくって下に垂れてたのがね、どうやら中に入ってくるようになって俺はこの灰色の何かを飲んだのか言ってね、もうそれからグロッキーになって、でね、その場でねオーダーしておりまして、ほら言ったじゃん、だから早めに変えた方がいいって言ってたじゃんって私言ったんだけど、音も全然違うの、静かだし、あと仕上がりもスムースでしたね。そうそう、それからね、もうあっち置いてあるんだけど、こちらですね、お父さんからクリスマスギフトですね、もう届きました。ジョーマローン犬っていうのをねソックスに入れてくださっておりましたが、そちらをですね使わせていただきまして、ネクタリンブロッサム&ハニーですね、を購入いたしました。メキシコ行った時に空港で購入しようと思ったのは違う香りだったんだけど、まあ私こちらの香りすごく好きなので、カシスとアカシアハニーと桃の香りですね、今日もねつけてお出かけいたしましたが、好きな香りをね身につけているとテンションが上がりますね、ということでこちらね使っていこうと思います。まあここに並べておいてね、その日の気分で好きなもの使ってます。なんか余計なお話をしてしまいましたが、とりあえずねバーっとこの辺片付けてお弁当食べて、で今日はね月曜日なので週一お掃除したいなと思ってるので、もう最低限のことうわーっとやって、まあ暗くなる前にはねお散歩出たいと思っております。お掃除一段落つきました。お外はもうね薄暗くなっておりますが、残すはお洗濯のみですね。ソニックはねゲストルームの桶の中で寝てます。ホミは私の監督してますね。もうそろそろお散歩でやんちゅって言っておりますが、そうですね、お散歩ですね。じゃあこれからね準備してねお散歩出ましょうね。タムちゃんもねよろしくお願いします。それではね、お散歩行ってこようと思います。近所を大きくぐるっと一周かな、してこようと思います。行ってきます。お家帰ってきました。ジャンヨ拭いたらね、ご飯の時間までのんびりさせてくださいね。今日私座りのビデオをですねこれから撮りたいなと思っておりまして、まあとりあえずこれから準備してディナータイム挟みつつですねやっていこうと思います。テンション上がってますね。馬にしましょう。サイクも食べてます。うまいうまいって。お待たせしました。ごめんなさい、ダメちゃん、お処理してください。お利口者ですね、今日もとってもね、いつもお利口者なんだもんね。はいって、よし食べなさいですよ。ゆっくり食べてね、もんだね。タムちゃんも、はいって、おかゆし食べなさいですよ。タムちゃんもゆっくり食べてね、ゆっくりガーニーよ。腹はね、ゆっくりガーニーガーニーしてください。ヤグトさんしましょうね。待ってたんだもんね。タムちゃんは
いた。おしゃれしてください。おりこです。声出てますけど。おじゃなんか声出ちゃってるけど。楽しみにしてんだよね。今日もね、頑張りましょうね。よろしくお願いしますね。はい、で、おかわりもう一回。で、おかわり、なんか今最初変だったよね。で、おかわり、よし、いいよ。食べなさい。グーボイです。食べて、おしわりしたままでお願いしますからね。で、おかわりもう一回。おしわり、で、おかわりもう一回。最後、で、おかわり、よし、食べなさいですよ。どうぞ。グーベーベー。じゃあね、ヨーグルトちゃん食べたらね、のんびりしゃんして過ごしててくださいね。おっと、サニくん、とか言って降りてったけど、全部食べたのかな？あ、ちょびっと残ってる。しかも好きなイワシ残してる。多分、お顔キレキレして、おトイレ入るんだな。そしたら、また食べに戻ってくると思うので、それが終わったら注射にしましょう。私は今余ってるトマト鍋を温めておりまして、ブロッコリーだけ足したので、もうちょっとかな、鮮やかな緑色になったらね、食べようと思います。でまたね、座りのビデオの続きやっていこうと思います。ビデオ撮り終わりました。今ね、あ、もうそろそろで12時ですね。ビデオ撮ってる最中にお父さんから電話がありまして、無事ね、チェックインしましたよっていうことで、サリ君のね、検査の結果ね、先生からお電話あったようなんですけれども、留守電にね、コールバックしてねって入っていたんですが、今日ね、折り返しできなかったので、また明日ね、電話するって言っておりましたね。途中でね、フェイスタイムにね、切り替えたんだけど、パンイチでね、ホテルのお部屋の中でうろ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 しておりましたが、でね、明日ね、ミサとランチするって言ってて、ミサ、お父さんの会社で働いてたんだけど、ミサの元上司の方と一緒に行ってるから、彼がミサに会いたいんだって言ってね、連絡を取ったようで、でお父さん別に恵子さんにも連絡していたようで、いつでも時間があるから余裕があったらね、顔見せてねっておっしゃっていたようなんですけれども、まあ、なのでお父さんにね、みんなによろしくねとね、言っておきましたね。まあまあ、ということでもうね、12時になるので、この辺ねバーッと片付けたら、ポミさんも寝かして、それから私ね、シャワーして寝る準備していこうと思います。谷くん、家中みーん。今日はずっとゲストルームの桶の中いましたけど、食後もね、おトイレ行って、で戻ってきて、ご飯完食した後、ここ乗るかなと思ってたんだけど、あれいないと思ったら、ゲストルームの桶の中いましたね。ママがね、ゲストルーム閉めるからこっち来てもらえますか言って出てきたんですよね。お利口者なんだもんね、タニクね。いいよ言って出てきたんだよね。タニク、今日からお留守番リーダーよろしくお願いしますね。お年寄り行ってくるよ、よろしくねって。ご飯しっかり食べてちゃんと注射するんだよ言ってたじゃん。今日先生からお電話あったんだって、お父さん。でもね、出られなかったんだってよ。明日ね、お父さんね、先生にお電話するって言ってたからね、きっとお父さんね、連絡くれると思うのね。教えてもらいましょうね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやちゅみー、ふたもおやちゅみー。起きてるんだよね、おやすみ待ってるんだもんね、ぶたね。うん、プシュー言ったの。ぶた、今日はママの監督してましたけど、お掃除してるでやんちゅね、見守っとるでやんちゅよって、次どこ行くでやんちゅか、何するでやんちゅかって。ありがとうございます。お父さん行ったから、ブッダが見守っとるでやんちゅようなの。そうね、お父さんにね、ママのこともよろしくね言われてたもんね、ママのね。でもブッダ、明日からオフでいいでやんちゅからね、ゆっくりしてね。ブッダ、ブッダがね、ゆっくりのびのびしてるのね、見るとママとても嬉しいよ。ニコニコしゃして、いっちも忙しいから、ボメそうね、明日と明後日はゆっくりのんびり過ごしましょうね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやちゅみー、ダメだもん、おやちゅみー。ちょっとめくって、これもしかして枕のつもりで寝寝してるの。最近タムちゃんね、こうやって頭乗っけて寝寝したりしてるよね。ポミクの真似してるの、もしかして。ポミクするもんね、丸めてね、顎乗せるんだよね。頭乗せて寝たいなったら、もうちょっと違う感じにするかなと思うんですけど、これはポミの真似してるんだと思うんだよね。ポミが必ずこうやって引っかいて丸めるから。タムちゃん真似っこ上手なんだもんね。何でも真似っこするのよね。タニクの真似っこもするし、ポミクの真似っこもするし。ちょっとね、何だったか私忘れちゃったんだけど、ポミがね、サムの真似をしたんだよね、この前。ポミが今サムちゃんの
真似っこしたって言ったらね、ね、何のことでヤンチかみたいな感じでスーッとね、離れていったんだけど、ポミはね、トトの真似っこをずっとしてたからね、そうやって真似て覚えていくんだなって思ったんだけど、サムちゃんがね、今までね、自分はしたことないことをしてたからね、ポミサムの真似もするんだって思って、ワンちゃんはね、上下関係あるからね、でもいいなと思ったことは、下の子のことも真似するんだと思って、お互いに吸収してね、学ぶんだなと思ってね、ね、サムちゃん、真似っこいいことよね、私は眠いのよ、なんですね。サムちゃんもお父さん行きましたね。サムちゃんおじっこしゃしててね、ママといっぱい遊ぶんだよって言われてましたけど、今日あんまり遊べなかったね。明日明後日はね、いっぱいいっぱい遊びましょうね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね、間もなく2時になります。お父さんですね、少しお話しいたしましたが、無事に現地到着してホテルねチェックインしたとのことでね、安心しております。どうやらね、フライトちょっと遅れたみたいで、今回も一人じゃなくて会社の方とね現地で待ち合わせをしていってるんですけれども、お父さんの他にねお二方いらっしゃるようで、一番ね最後に着いたって言っておりましたが、ダラスの空港レンタカーが全然ないみたいで、予約はしてあるんだけど車自体がないから、戻ってきた車に順番に乗って行くみたいな状態になってるようで、お父さんが到着してレンタカーのねところに行ったら、先に着いてたねお二人がですね、まだ待っていたようで、レンタカーをね受け取るのに結構時間がかかったんだよねっていうね話をねしておりました。ということで、本日はお父さんねお見送りに行って、帰りねお買い物をして帰ってきて、お掃除をして、夜には座りのビデオを撮った一日だったんですけれども、まあ今日もねいろいろねやったなと思っているんですが、まあっていうのもお父さん3泊4日で出張に行っているので、明日明後日はね私ほんとゆっくりのんびり何にもしないで過ごしたいなと思って、なのでね今日中にできることをやろうと思ってねやったんですが、まあなのでね、とりあえず明日明後日はねゆっくり過ごそうと思っております。でね、今日久々に IKEA ね、IKEA に行ってきたんですけど、前回ね、IKEA に行こうと思って行ったのが、ロックダウンがね、始まる前日だったかなと思うんだけど、ですがもうその時点で、オンラインで注文したものをピックアップしか受け付けてなくて、店舗はやってませんよって、駐車場入るところで、お店の方に言われて U ターンして、日系マーケットでね、お買い物して帰ったんですけれども、それがね、約1年前ぐらいだと思う。一番最初のロックダウン3月の何日だったっけなだと思うので、前半ではなかったかなと思うんだけど、約1年越しの IKEA に行ってまいりまして、お父さんと電話してた時に何買ってきたのって聞かれて、あれとこれとそれとこれだよとか言ったら、久々だったから爆発したのとか言われたんだけど、爆発したんだったらもっといろいろ欲しいものあったから買ってくるよって言ったら、そうだったんだなんてね言われましたが、ジップ付きのバッグもほんとずっと欲しくって、っていうのもあれいろんなサイズがあってすごく便利なんですよね。使われてる方たくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、特に旅行行ったりとかするときに一番小さいサイズがねかなり重宝しまして、お父さんねしょっちゅう出張行くけど、その度にちょっとしたものを入れるときに、あのサイズがやっぱりちょうどいい大きさだったよねって言ってて、違うね似たような大きさのジップ付きのバッグ使ってるんですけど、それよりもねやっぱりね強いんだよね。なのでね、ずっとなかったからね、購入できてよかったなと思ってるんですけども、一応今日ね、欲しいなと思ってたものをちょこちょこっとね、メモしてはいったんですけれども、置いてなかったりとか、気に入ったものがなかったりとかで購入できなかったものもあって、なのでまたね、すぐに出なくてはいいけど、お買い物ね、行きたいなと思っております。まあ、ということでね、先ほどからね何度もお話ししておりますが、お父さんね3泊4日でね出張に出ましたので、今回私結構ゆっくりできるかなと思っておりまして、まあ、とにかくね明日明後日はねできる限りゆっくり過ごしたいなと思いまして、まあお家のことしたり編集したりいつも通りの生活だとは思うんだけど、まあ、とにかくねマイペースにねのんびりと過ごそうと思っておりますので、 Vlog もねお休みしようかなと思っております。
で、木曜日はいつもだったら夜ね、最終便とかで帰ってくるんだけど、お昼のフライトで帰ってくるということで12時50何分だったかな。行きはね、今回 LAX でしたけど、帰りはね、うちから一番近い空港に到着するということなので、12時半ぐらいにお家で迎えに来てねって言っておりまして、それで、あ、そうだ、帰ってくる日 Y さんお誕生日だねって言っておりまして、とりあえずその日当日は何も用意できないけどって言っておりまして、え、じゃあ別の日何かしてくれるのって聞いたらニヤニヤしてたので、まあどうなんだろう、何かプラン考えてるのかななんて思ってるんですけれども、まあ別に私ね、そういったことよりもね、無事にお父さんが帰ってきてね、お家でね、みんなと一緒にね過ごせるのがね一番だなと思っておりますので、とにかくね、何事もなくね、お父さんもだし、お留守番組もね過ごせればいいなと思っております。ということで、本日はこの辺りで電気を消してベッドルーム行こうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。